私たちはあなた方のためにここにいます。私たちは創造主です。私たちは非物質的存在の十二次元の集合体であり、あなた方を助けるためにここにいます。地球上で皆さんが好きなものを好きだということは分かっています。そして好きなものを好きになってください。自分にとって好きなものに向かって進んでください。嫌いなものを別の視点から見ることもおすすめします。言い換えれば、嫌いなものを否定する必要はありません。何かを嫌いになる必要はありませんが、それが自分に響かないことを認め、それが自分が好きなものを定義するのに役立つことを理解することができます。したがって、あなたが嫌いなものは実はあなたがより識別力を持つようになるのを助けてくれます。それはあなたが共鳴するものに注意を向けるのを助けてくれます。そして場合によっては、あなたが好きなものをもっと作り出すのを助けてくれます。さて、それはすべてあなたが嫌いなものに抵抗しているかどうかにかかっています。なぜなら、もしあなたがそれに抵抗しているなら、あなた方の多くはすでにあなたが抵抗するものは存続するという表現を知っているからです。嫌いなものを祝福するとき、嫌いなものに愛を送るとき、嫌いなものを許すとき、その存在から本当に恩恵を受けることができ、好きなものをより多く受け取ることができます。さて、もちろんあなたの言語には好きを表す他の言葉があります。あなたは何かに感謝する。あなたは何かを愛する。あなたは何かまたは誰かを崇拝し、言語の使用において、あなたが好きだと決めたものとより完全に調和することができます。ポジティブな方法でそれに焦点を当てれば当てるほど良くなります。さて、何かが好きだけど持っていなくて、それを手に入れたい場合、それとの関係も変えたいと思うでしょう。そもそもその欲求を感じさせ、欲しいものを動かすためにそれが存在することを喜ぶべきです。したがって、まだ持っていないものが好きな時は、それを手に入れるための旅に出られることを祝いましょう。なぜなら、それは何十年も後に語り継がれる多くの物語に満ちた素晴らしい旅になる可能性があるからです。成長と発展において前進し続けるためには、自分が向かっているもの、拡大しているものが必要です。そして時には、あなたが望むのは単に心の平穏であることもあります。あなたは自分自身にこう言います。私は心の平穏が好きです。過去に心の平穏を感じたことがあり、また心の平穏が欲しいです。そしてあなたは心の平穏に向かって進んでいます。あなたは心の平穏について、そしてそれがあなたの内側のどこにあるのか、そして時にはそれがそこにあることを認めることを、何が妨げているのかを発見する旅に出ます。あなたが望むもの、好きなものはすべてすでに存在しており、あなたとそれらの間には実際の分離はありません。そのことに気づけば、それに集中することで自分が好きなものをより多く選択していること、そしてそのような気楽さで自分の現実を想像し、自分が住みたいと思う世界を想像できることがわかるでしょう。私たちが話しているのは、個人としてのあなたの個人的な世界、そして他のすべての人を含むあなたが住む世界です。それは本当にそれほど単純なことで、あなたは自分の理由で自分が好きなものを本当に好きなのです。その理由は現時点で地球にいるあなたの目的と一致しています。とても良いことです。私たちは創造主であり、あなたをとても愛しています。